では発表したいと思います、うん、テニプリソング800分のオンリーワン、はい、ユニット部門第1位の発表です。第1位はこちら、恋の激ダサエクスタシー by 断ち切りたい、どうぞ。何度も一人の夜を呆れるほど重ね、今の気がつけばまだ恋したことがない、つけてるつもりでいてもなぜか空回りして、なんとなくただ受け流すだけ、それでいいと思ってた。何かを変えなくちゃダメだとした、いつまでも逃げてる、それじゃあ激ダサだぜ。釣り行くこの街へ恋を捕まえて、エクスタシー、エクスタシー、プライドだけがあればいいのさ、そう信じ込んでいた。結局いつもうまくいかずにやり過ごしていたけど、本当はモテたいのに嘘をついてた、勘違いしている、これじゃ激ダサだぜ。ここから全て始まる胸騒ぎを捨てて、今すぐ閉ざされているこのドアを開けたい、移り行くこの街へ恋を捕まえて、エクスタシー、エクスタシー、できないから当たりしてるのか、ありえない人最初から逃げるのか、そうじゃないだろう。こんなに汚れた窓じゃ何も見えないんだね、今なら何をすべきかもう分かってるだろう。一人の夜を呆れるほど重ね、今の気がつけばまだ恋したことがない、移り行くこの街1位、おめでとうございます。1位、素晴らしかった。第1位ですよ、ね、ありがとうございます。素敵でした。アナさんも袖で踊ってましたね、はい、そうですよ、本当にもう、うん、エクスタシー、怖い、首ね、素敵でした。これはもうラブエスを抑えての1位、ね、嬉しいですよ、ね、ありがとうございます。これはね、
でも本当にあの昔からフェスタではね、はい、これをずっと歌ってましたもんね、はい、そうですね、あの5回大きなフェスあったんですが、はい、そのうちの4回歌ってるんです、ね、あらすごいことですよね。そして楽屋で全員が真似をするというね。そうですそうです、そうです、あの初回の頃とかあの、うん、僕より全然エクスタシーが上手い方が多くて本当にしっかりしろよって言われてましたもんね、はい、昔こちらもね、はい、メッセージいただいておりますよ。ありがとうございます。埼玉県にお住まいの24歳ルミニャンさんからいただきました。ありがとうございます。ルミニャンさんありがとうございます。ユニット曲ではダントツの1位かも、はい、未だにカラオケに行ったら必ず踊りながら歌います。だそうです、モテないわけがない、断ち切りたい、そんな彼らが歌うギャップがまた好きですということです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。テニピリソング800分のオンリーワンユニット部門第1位、恋の激ダサエクスタシー by 断ち切り隊の皆さんでした。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。